はいどうも、ヤマトランクスです。今回からこちら弾丸論破というゲームを初見実況していきたいと思います。まあシリーズも何作品か出ておりまして、アニメ化もされた、まあ超有名ゲームということで、まあやったことがなかったんでね、まあ昔から興味はあったんですけども、アドベンチャーゲームということでね、アドベンチャーゲームあんまり馴染みがないので、俺自身がちょっと今回ね、アドベンチャーゲーム、初参戦ということでやっていきたいと思います。どうやらね、推理を中心としたアドベンチャーゲームらしいんで、頑張っていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。ニューゲーム、まずは音声の選択ですね。日本語でいいでしょう。難易度選択ですね。まあこういうのが大体、まあ初心者なんで真ん中を選んでいきましょうか。緩やか、アクション難易度緩やか、こんな感じですかね。さあまずオープニングですかね。お、見たことあるこのクマさんみたいなの。何、縛られた学生さん。何、閉じたけど。宇宙旅行、飛んでっちゃったけど。宇宙旅行、そういうこと。また帰ってきたね。宇宙行ってまた帰ってくみたいな。中は骨。え、殺したのクマさん。めちゃめちゃ笑うとるかな、笑うとるかな。どういうゲームなの一体これ。弾丸論破、はい、やっていきましょう。今のがオープニングですかね。会話が始まりました。はてなはてなはてな、読みますよ。その巨大な学園は都会のど真ん中の一等地にそびえ立っていた。まるでそこが世界の中心でもあるかのように。私立希望ヶ峰学園、あらゆる分野の超一流高校生を集め育て上げることを目的とした政府公認の超特権的な学園。この学園を卒業すれば人生において成功したも同然とまで言われている。何百年という歴史を持ち、各界に有望な人材を送り続けている伝統の学園らしい。超進学校的な感じかな。国の将来を担う希望を育て上げることを目的とした、まさに希望の学園と呼ぶにふさわしい場所だ。そんな学園への入学資格は2つ。現役の高校生であること、各分野において超一流であること。新入生の募集などは行っておらず、学園側にスカウトされた生徒のみが入学を許可される。完全スカウト制なんですね。そんな超が何個もつくほど超すごい学園の校門の前に僕は立っていた。これが主人公なのかな。まずはオーソドックスに自己紹介から始めたいと思う。僕の名前は苗木誠だ。ちょいちょいボイスあるんだね。外見はご覧の通り、どうしようもないほど平均的な普通の高校生。まあ普通にイケメンじゃないかな。うん、羨ましいわ。中身の方も同じ。性格にも特技にも成績にもこれといった特徴はない。特別な趣味や思考があるわけでもなければ、ミュータントでもないし、スタンドを出せるわけでもない。僕の好きなアイドルや好きな漫画、好きな音楽、好きな映画を知りたければランキング番組でも見れば一発だ。その1位になるやつが大抵そうだから。寂しいこと言うな。なんかないのか1個ぐらい。王道という言葉すら裸足で逃げ出す。まさに普通の中の普通、キングオブ普通。それが僕だ。エヴァって言うな。
最初に自己紹介というオーソドックスなところから始めたのもそのいい例だと思う。まあ強いて言うなら唯一の取り柄は人よりちょっと前向きなことくらいかな。ちょっぴり前向き。そんな普通の僕は今希望ヶ峰学園という普通じゃない学園の前に立っているわけだけど、本当にすごいところに来ちゃったよな。僕みたいなのがこんな学校でやっていけるのか。案の定僕はこの学園の圧倒的な存在感に飲まれてしまっていた。だけど僕がこうなるのも無理はないんだということを分かってもらうためにも、まずは昨日の晩の事前準備のことを説明した方がいいだろう。何これ、2ちゃんの画面。希望ヶ峰学園に選ばれる生徒は本当に各分野の超一流高校生ばかりで、その選抜メンバーに関してはネットの掲示板で専用のスレが立つほど話題となる。僕は事前準備を兼ねてそれを覗いてみたんだが、そこにはいずれも平均値から大きく飛び抜けた超高校級の面々ばかりが揃っていた。お、かわいいね。例えば超高校級のアイドルとして希望ヶ峰学園入学するのはアイドルもいるんだ。国民的アイドルグループのセンターメイクとして活躍する話題の女子高生アイドルだったり、アイドルいいのマジいいよな。堀越学園的だね。うん、ブチギレてない？ちょっと大丈夫？すごい顔してるぞ。超高校級の野球選手として入学するのは高校野球大会の優勝チームのエースで4番バッター、プロも注目の逸材だったりする。まずねヘルメットかぶった方がいいぞ。うん、危ないからな。パキーンっつってな。うん、超高校級のギャルとして入学するのはこれがお目目クリックリで可愛いね。うん、なんか目ん玉すごいな。あれカラコンなのかな、シャリンガンかな。ギャル系ファッション雑誌で表紙を飾る人気モデルで女子高生たちのカリスマ的存在だし、ほう、カリスマモデルね。ヤンキーもいるの。おまけに超高校級の暴走族なんて肩書きで入学するやつもいて、それ大丈夫なの、それ入学させちゃって。うん、恐ろしいことに日本最大の暴走族の総長で全国のヤンキー連中から尊敬と畏怖を集める男らしい。大丈夫かそれ。その他にも超高校級の格闘家や超高校級の御曹司、超高校級のスイマーに超高校級の同人作家、超高校級のプログラマー、超高校級のギャンブラー、超高校級の風紀員、それただの風紀員じゃん、超高校級の占い師などなど、そこには自分の無力さを痛感させられるそうそうたるメンバーばかりが揃っていた。例えるならライオンの群れに紛れ込んでしまった三毛猫の気分だけど、ちょっと引っかかることもあった。いくら検索しても情報がヒットしない新入生が何人かいるみたいなのだ。おお、いきなり謎がね、謎ポイント丸1ですよ。謎の新入生が何人かいるっていう話ですね。何人か、そのうちの一人は大した才能もない僕だからいいとして、じゃあ他に検索がヒットしない新入生って、僕と同じようにこれといった実績のない人が他にもいるってことかと思うと少しだけ勇気が湧いてくる我ながら情けない性格だ。まあそれはともかくとして、問題なのはそんな超高校級が揃うメンバーの中にどうして普通の高校生の僕が選ばれたのかってことだ。その理由は希望ヶ峰学園から届けられたこの入学通知を見れば一目瞭然だ。お、これか、案内、入学案内。今回我が校では平均的な学生の中から抽選によって1名を抽出いたしました。その結果当選したあなたを超高校級の幸運として我が校に招き入れることになりました。つまり僕が選ばれたのはただの運ってわけだ。ここに明記してあるしね。本当なら辞退した方が良かったのかもしれないけど、でも卒業すれば成功を手にしても同然なんて話を聞いた後では辞退なんてできるわけもなかった。とはいえこうして実際の学校を目の前にすると
やっぱり場違いだったなんておじけづいたりもして。でもいつまでも校門の前で立ち往生してるわけにもいかないよな。ブツブツと独り言をつぶやきながら、僕は手にした入学通知に視線を落とす。そこには新入生は8時に玄関ホールに集合の文字。集合時間までまだ時間があるけど、そろそろ行こうか。うん、行くぞ。たかが初登校とは思えないほどの大げさな決意を固めると、僕は玄関ホールへと足を向けた。いよいよ学校の中にね、入りましたね。集合場所の玄関ホールってここだよな。まだ誰もいないみたいだけど。玄関ホールの立派な置き時計を見上げる。時刻は7時10分を指していた。まだちょっと早いですね。8時集合なんでね。うん、集合時間は8時だからまだ50分も前だ。誰もいなくて当たり前か。緊張して早く来すぎちゃったな。集合時間まで結構あるし、ここでずっと待ってるってのもな。そうだ、先に学園の中でも回ってみようかな。緊張をほぐす意味でも。僕だってもうこの学園の生徒なんだから問題ないはずだよな。ちょっとした時間つぶし、その程度の軽い気持ちで僕は希望ヶ峰学園に最初の一歩を踏み出した。新しい学園生活の始まりとなる希望に満ちた一歩となるはずだった。めちゃめちゃ意味深で始まるやん。絶対なんか起こるやつじゃん。ちょっと続き見ていきましょうか。ぐにゃぐにゃする、ぐにゃぐにゃ。何これ、いきなり急に。え、だけどその一歩目を踏み出したのと同時に、僕の視界はぐるぐると歪み始めた。やがて世界は飴細工のようにドロドロと溶け混ざり合う。ぐる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 とドロ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 になり、その次の瞬間にはただの暗闇。それが始まり、そして日常の終わり。この時点で僕は気づいてもよかったのかもしれない。僕が希望ヶ峰学園にやってきたのは超高校級の幸運なんかじゃなくて、超高校級の不運だったってことに。え、何が起きたの一体。ようこそ絶望学園。何これ、何が起こったの一体。あ、セーブできるみたいですね。していきましょうか。めちゃめちゃ続き気になるじゃんこれ。なんだ、暗いですね。てんてんてん、ん、寝てる、寝てるよ。教室みたいなとこにいるね。あれ、ここは。僕は硬い机の上で目を覚ました。体がやけにだるい。確かに退屈な授業中には居眠りをすることもある僕だけど、でも今はどうして机の上で寝てるんだ。それにそもそも見覚えのない教室、どうなってるんだ。おお、なんか始まったぞ。教室。希望ヶ峰学園へようこそ。まずは簡単な操作説明をさせていただきます。左スティックで画面上の標準をご操作いただけます。標準に反応があった際に丸ボタンを押すと、その対象を調べることが可能でございます。てかこれ喋ってるの誰？誰？ナレーター？方向キーと L1 ボタン、R1 ボタンで視点をご操作いただきますって。お前誰だよマジで。てんてんてん。まずは教室の中をお調べください。誰だから。わ、これで標準をいじれるわけですね。時計。時刻はいつの間にか8時を回っている。集合時間を過ぎてるってことですね。
僕が玄関ホールに入ったのが7時10分くらいだったから、あれから1時間近く経ってるのか。1時間眠っていた？これは？監視カメラ？これって監視カメラかな。最近は物騒だし、不審者が入ってこないように設置してるのかも。こんなあからさまに監視カメラ教室置くかな。他は？これは？なんかメモがあるね。さっきまで僕が突っ伏していた机、よだれの跡がくっきりと残っている。ちょっとバッチリ、後で拭いておかなきゃな。えらいね。で、その机の上にはなんかね、入学案内って書いてある。入学案内？安っぽいパンフレット、しかも手書きだし。新しい学期が始まりました、心機一転、これからはこの学園内がお前らの新しい世界となります。か、お前ら、なんだこれ、誰かの悪ふざけか。他は？これって窓だよね。なんかボルトで打ち付けられている。なんだよこれ。本来の教室なら窓があるべき場所だが、そこには鉄板のようなものが打ち付けられていた。拳で立ててみると、コンコン、やっぱり鉄板だな。しかもかなり頑丈で分厚そうだ。いや、そんな分析よりも、そもそもどうして鉄板が？この状況から察するに、緊張のあまり玄関ホールで立ちくらみした僕を誰かがこの教室まで運んでくれたとか？とすると、この教室って希望ヶ峰学園の教室ってことになるよな。でもそれにしては異様だ、とてつもなく異様だ。窓に打ち付けられた鉄板、まるで牢獄のような圧迫感、意味不明で理解不能。とりあえずもう一度玄関ホールに戻ってみようかな。集合時間は過ぎてるし、他の新入生が集まっているかもしれない。×ボタンを押していただくと部屋から出ることが可能でございます。他は調べなくていいのかな。他は、ここは同じですね、さっきの窓の下りですね。他は、これは、あ、これテレビなんだ。テレビがある。政府公認の学園なんだから教室にテレビくらいあってもおかしくないけど、なんだろう、なんか異様な雰囲気を感じる。他はないのかな。上もあるね。上は特にないかな。出ましょうか。外に出ます。なんか紫だけど、ラブホみてえになってんじゃんこれ。なんだか廊下まで不気味だな。ラブホみてえだよ。ますます意味不明だ。本格的に理解不能だ。とりあえず玄関ホールに行こう。左スティックで廊下を移動できます。だからお前誰だって。バツボタンを押しながら移動すると、あなた様は走ることもできます。地図が出たね。また廊下では三角ボタンでこのようなマップをご覧いただけます。もう一度三角ボタンを押していただくとマップが消えます。なんと便利なのでしょう。こういうこと？どこだろう玄関ホールって。こっちかな。なんか作り的にこの下な気がするけど、なんか非常口マークついてるけど、なんかいろいろ調べられそうですけど、まあとりあえず行きますか。ここだよね多分ね。合ってるかな。あ、合ってそうですね。僕が再び玄関ホールに戻ると、そこには彼らの姿があった。おめもここの新入生か。いっぱいいる人が。え、みんなこれ新入生なの。ちょっと待って、なんかやべえやつらいっぱいいるんだけど。まあ、左はねヤンキーなんですけど、ちょっと右見て、右。いや、おかしいだろ、おかしいだろこれは。
死ぬほどマッチョな、なんかしかもセーラー服着てない、あれオスかメスかわからんやつおるんだけど、いや傷すごすぎだろ体の。ねえちょっと進んでみましょうか。じゃあ君たちも、うん、今日希望ヶ峰学園に入学する予定の新入生だよ。ここはねボイスがあって豪華ですね。これで15人ですか。キリがいいし、これで揃いましたかね。15人なんだ新入生って。彼らが希望ヶ峰学園に選ばれた超高校級の生徒たち。その場に揃った顔をゆっくりと見回してみる。なんだかオーラのようなものを感じると言ったら言い過ぎだろうか。あ、またなんか始まったぞ。探索パートってやつですかね。はじめまして、苗木誠って言います。いろいろあっていつの間にか寝ちゃってて、それで遅れちゃって。え？おめえもそうなんか。髪どうした。髪がなんか海藻みたいになってるけど、すごいな髪。うん、とするとますます妙ですわね。ゴスロリー、うん、デブー。毎回なんか俺一言ツッコミみたいにしないといけないのかな。異常だ、これは間違いなく異常事態宣言発令ですぞ。どういうこと。よく状況を把握できてないんだけど。いいか、ちょっと待ちたまえ。その前にだ、なんか風紀員っぽいやついるね。こいつじゃね、風紀員って。行きたまえ。苗木くん、遅刻とはけしからんじゃないか。8時集合と知らされてあったはずだろう。眉毛がなんかもうすごいとこまであるな。入学初日に遅れるなど言語道断。学校側に報告の上、厳正なる処罰を。厳しくね、しかも。はあ、あんた何言ってんの。しょうがないじゃん、こんな状況なんだからさ。俺ギャルですね。そうだ、なんか真面目な体育会系の女の子いるね。ちょっとこんがり日焼けしてるし。それより改めて自己紹介しない。遅れてきたクラスメートくんのためにもさ。ヤンキーだね。自己紹介だ、んなことやってる場合じゃねえだろ。ゴスロリですが、問題について話し合う前にお互いの素性は分かっていた方がよろしいでしょう。なんてお呼びしていいのか分からないままでは話し合いもできないじゃありませんか。それもそうだよね。なんかめっちゃ汗かいてる小動物系のね女の子ですね。可愛いですね。あ、これアイドルじゃない。めちゃめちゃ可愛いじゃん。じゃあまず最初に自己紹介ってことでいいですか。話し合いはその後ということで。いまいちこの状況が理解できてないけど、とりあえずは自己紹介ってことでいいんだよな。なら俺もちょうどいい機会か。みんなのことは希望ヶ峰学園新入生スレで一通りは調べてあるけど、実際にはどんな人たちなのか、それを確認しておくとしよう。まず最初にあの5人から話を聞いてみよう。